はエンゼルスの、ね、新 GM が、えー、正式に、ね、会見したということで、まあ、それと、ね、オーナーも、えー、会見で話したということで、まあ、そちらの、ね、内容とか、まあ、今後の、ね、補強についてなどを言ってますので、そちらを紹介していきたいと思います。まあもうね、そのオフに、ね、やることなんてまあもう何回も言って決まってるんですけど、ま,あ、まず、ね、ローテーションでしょで、まあ、ブルペン え、それからまあ、内野陣ですよね。そしてまあ、大谷の二刀流。どうするか。あと、プーちゃんがね、もう今年、あ、来年で、契約が終わるということで、まあ、後釜をどうするかということのようですね。まあ、大体あの、最初の方のね、ピッチャーなんかはまあ、当たり前のことなのでね、あれですけど、まあ、プホルスの、 あとは、ウォルシュでいいんじゃないですかね。今年の活躍で見るとね。まあ、そんな感じがしますね。そして、まあ、オーナーの話ではですね、年俸をね、下げたりするっていうことはないということなので、まあ、2021年の現状のいる選手ですね、の総年俸が約165億円。1億5千、 800万ドルで、すか。で、165億円と。で、2021年の,その年俸がこれより超えると、税金がね、かかるっていう、余計にかかるとか、まあ、ペナルティがあるという上限が2億1000万ドルですか。約218億円の中に収めてくださいってことで。 ま、現状の、まだ他に、あのー、補強してないので、そこからえ、その上限まで引くとあ、上限からそれを引くと、まあ、あと、5000万ドル。だから、ま、55億円ぐらいですかね。そこを超えないようにするには、それしか今年使えないっていうことですね。今年っていうか、来期の年俸で補強して、 まあそれを超えないようにするにはそうなってしまうということで,でまあ年俸がね高いのはもうこの4人でまあほとんど3分の2以上ですか総年俸のがこの4人で占めてますよね、まあ、ということでまあトラウトはねいいにしてもレンドンはあの来期の年俸はそんなにもらってないんですけど この契約年数で、総額で、平均で出したお金みたいなんで、まあ、この値段になっちゃうんですよね。って考えると、連動もらいすぎじゃねっていうね、気がしますよね、これ見ると。で、アプトンもま、こんぐらいの活躍はできてないから、ちょっとね、まあ、この辺で削れればいいんですけどね。 ただまあトレードでね、取ってくれるところがなければ、まあおそらく削れないでしょうしね。まあここでこう、年俸をね、抑えるっていうのは難しそうですよね。でまあ、仮にバウアーを取るにしても、まあ年40億の5年で200億とかっていうねえ、いうような感じで言ってましたんで、まあそんなにはね、多分出さないと思うんですけど、 取ったとしてもね。でもそうなってくると、そのほとんどでね、今回使えるお金がそっちに回ってしまうので、まあそれもね、どうなのかなっていうのはありまして、まあやっぱり何枚か取りたいんですよね、ピッチャーをね。あとリリーフも必要なので、まあそこまで一人に使えないのかなっていうのもね、ちょっと出てきましたよね。まあこういうことを考え出すとね、 やっぱり GM って難しいなって思いますよね。まあその上限をね超えてもいいっていうならまあいいんでしょうけどまあできるだけおそらく超えないようにするっていうのでね持っていくと思うのでまあとなると結構なお金を出してバウアーを取るっていうのは難しくなってくるのかなと思いますね。でまあ今年この短いシーズンで、まあ、ちょうど FA で まあかなりのね、インパクトを残して、まあサイヤングを取って、っていうことで、まあたまたま FA のね、年に良かった、っていう感じの可能性もあるので、まあ果たして、年40億出す必要があるかっていうと、ちょっと微妙だなって思ってきましたね。まあ最近のね、まあもう今年の活躍を見ると、まあそうなんですけど、こう過去のやつを見ていくと、 まあ、結構そこまでじゃないんじゃないかなって最近思いましたね。で、一番左が、えー、コール真ん中がマーク、で一番右がバウアーの通算のね成績なんですけど、まあ、やっぱこれを見てもやっぱコールはすごいですよね。で、コールが3600万ドル36億 37、8億 ?40 億ぐらいなのかなって感じなんですよね。で、マークが20億ぐらいですよね。って考えて、まあ、バウは、まあ、今年のその FA のピッチャーの中ではやっぱりナンバーワンの評価ですけど、まあ、コールと同じぐらいのね、額を出すかっていうと、ちょっとね、疑問な感じありますよね。今年のね、数字だけ見れば、 あれですけど、まあ、今年フルシーズンで戦ったわけじゃないので、ま、さすがに1年間戦って1.73っていうね、防御率はありえないと思うのでね。そう考えると、まあ、30億か、とか25億とかになってくるのかなって思いますよね。あの、適正なね、価格は。個人的にはですよ。まあ、 評価してないって言われちゃうとあれなんですけど、まあ、個人的にはそう思いますね。ま、あね。バウアーにオファーは出すと思うんですけどね。まあ、そこまで高くはね、出せないので、まあ、他球団の兼ね合いになってきますけどもね。お金出す球団が出てきたら、ま、そっち行っちゃうでしょうね。だから総年俸を、ま、上限によりね、抑えるとなると、 まあワウワウを大金で獲得するのは難しいのかなと思いますしただまあ来年来年っていうか2022年シーズンになるとプホルスの2400万ドル、えー、26億か25億円ぐらいがまあ FA になるんでね、まあ、契約しなければその分浮くので、まあ、そこへまた お金使えるようにはなるのかなとは思いますけどね。まああとは本当一人にドーンと使うのか、まあ小刻みですけど、ピッチャーを補強していくのかによってですよね。まあ一人にドーンと使いたいですけど、まあ、人数もね、必要だとは思うので、どうでしょうね。 まあ、10億以下ぐらいで取れる選手何名かピッチャー取ってくるっていう感じですかね。そっちの方がいいような気もしますよね。で、まあ、ワウワーがちょっと抑えてね、お金を抑えて取れるならいいですけど、多分、メッツとかがね、お金を結構出しそうなので、まあ、ちょっと無理なのかなっていうのはありますね。まあ、あとはね、日本から行くポスティングのピッチャーとかを、まあ、安く取れるんなら、 それはそれでね、取ってみてもいいかもしれませんし。まあ、あと、リリーフで言うとね、沢村選手が行くんじゃないかって言われてるので、まあ、そんなに多分お金、一2億ぐらいか1億で取れると思うので、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、とりあえずもう、内野手はどうにかするとして、まあ、キャッチャーもどうにかするとして、先発ピッチャーと、 リリーフ何名かをその50億ぐらいの中に収めて取ってくるっていうのでまあそっちの方向がいいのかなと思いますねなんでまあキャッチャーのリアルミュートなんか多分ねもう取れないしまあバウアーもね厳しいかなと思いましたねこのお金をね総額見るといやマー君を10億ぐらいで取れんだったら まあでもマー君は来ないような気もしますけどもね。だから10億ぐらい取れる選手、5億ぐらいで取れる選手っていうのをちょこちょこ取って、まあ、ピッチャーに全部使ってもらうのが一番いいけども、まあそういう感じですかね。まあということですね。まあ今まであんまり考えてなかったんですけどね、その総年俸の上限とかを。まあそれを考えると、まあ結構編成って厳しいなっていうのをね、今回は思いました。 また何かね、進展、補強など、まあ、情報が出てきたら動画を作りたいと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。